土ちザメは土ちザメかに分類されるサメ。太平洋北西部大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本、ロシア比較的推進の浅いところを好み、岩礁域や藻場にも現れる。海底近くを泳ぎ、遊泳力は強くない。しばしば海底で休んでいる姿が見られる。加工など、比較的低塩分の環境にも耐える。 最大全長は1 5 0トル。体型は細長い流線型。糞はやや長く扁平でマリー。配側の体色は黒色から灰色でオリーブや褐色がかることもある。体側に複数の暗色横尾やブチ模様が見えることもある。腹側は白色。背びれはやや後方に位置し、尾ひれは上用が長く伸びと面積が広い。頭部には 短い2本の微弁を備え、口の周りには、唇のようなシワがある。小魚や、甲殻類、その他の定性生物を捕食する。ほとんど単独で行動し、群れることはないが、山形県と微島では5月から7月にかけて、多くの土地ザメが集まる。体性。耐板を形成しない、卵黄依存型。産子数は10から24尾。伊豆半島近海では、 オスは全長93から103センチメートル、5から6歳。メスは106から117センチメートル、6から7歳で成熟する。出生時の全長は18から20センチメートル。寿命はオス15年、メス18年。2016年には、富山県の魚津水族館のメスしかいなかった、水槽内で幼魚が2匹生まれるという陳事が起きた。このことから、 単性生殖を行う可能性が示唆されている。多くの生息地で食用とされるが、日本の一部地域では食用としないこともある。一方で、日本でも、南日本の一部地域では、モダマなどと呼称し、食用とされることもある。水族館で展示されたり、スキューバダイビングで観察されることもあり、校舎の一例として、山形県の飛島では本種を観察できる。 ダイビングスポットがある。本種の分布域は、漁業が盛んで、大韓民国、中華人民共和国、日本の EEZ 内でのエイサメ類の漁獲量及び、台湾の EEZ 内でのサメ類の漁獲量が、資源量枯渇に伴い1950年代と比較して激減していることから、本種の生息数も減少していると考えられている。サシアミ量、トロール量、 ハエガワ漁などによっても根核される。日本では、日本海側の岩礁では本種に対する漁業圧が低くなると考えられていたが、近年は、こうした環境でもハエガワ漁が行われている。日本では食用に漁獲されることはなく、各地で他の魚類に混じって混獲される程度である。食用にすることは可能であり、淡白な白身で癖がなく美味だという。ありがとうございます。